んばんは、こんばんは、ハッピーさん。そう。明日の髪型はまだ決まってません。でも、あ、これがいいかなっていうのは何個か候補だけある。そう、まだ確定はしてない。はい、はい、久しぶりに言った。これもこの間の配信もなんか言ってたね。エビオール、そう、あれね、私が勝手に名前つけちゃった。本当は多分エビフライなんだけど、あれ本当にあの名前ってエビフライだっけと思って、なんかね間違えたら嫌だなと思って勝手に新しい言葉作っちゃった。ピタン、ピタン、どのくらいの期間ちょうどいい？5日に1回。いや、わかんないけど、4日でも全然すごい空いてるなって思ったけど、いろんな体調面とかポジションのことを考えたら5日あったら一番安心かもしれない。毎回ポジション変わらない人だったら5日もいらないけど、私だったらね。こんばんは、こんばんは。ハッピーさんいないけど、ハッピーさんかわいい、ありがとう。みんな定型部にあるから打つしかないよね。押しちゃうよね。ハッピーターン、かわいい。ハッピー見えないけど、明日はそう、急遽古畑さんが出なくなって代わりに西ちゃんが出るのかな。だから明日の公演が10期生3人いるんですよ。私 K2 公演で10期生3人も一緒に出るのが初めてで、そう、西ちゃんと伊藤美希ちゃんは結構でもないか、何回か出てるけど、ミレイちゃんとは本当にね、そう、初めてなの。本当に楽しみ。多分ね、私が緊張して喋れないけど、ミレイちゃんの初アンダーだし、初 K2 だし、多分まあ余裕あるかないかちょっと分かんないけど、お話ししたいの、ミレちゃんと私。本当にお話ししたくてしょうがないの。なんか連絡先持ってるから連絡先のところで話せばいいんだろうけどさ、ちょっとね、勇気出ない。話すなら直接がいい。ちゃんとさ、その人の熱量が分かるしさ、まあ何の話をするかって言ったら、まあ一択しかないよね。本当に話したいの。そう、アニメの話。ミレイちゃんも多分ね、好きなことならたくさんお話ししてくれると思うから。ミレイちゃんの初アンダー K2 だったの、意外。私も意外だった。もともとね、チーム S のシャッフル公演でね、初アンダーの予定だったけど、ミレちゃん怪我しちゃったから、そう、楽しみだな。ミレちゃん、ミレちゃん人気者だからさ、周りに人がいっぱい集まってくるんですよ。それを私は遠くからいつも見てて、でもミレちゃんが一人の時は私から事務所の時もね、話しかけに行ってるんですよ。まあまあな人見知りな私でもね、一応頑張ってるんですよ。次期生とお話しするの。昨日も伊藤美希ちゃんとちょっとだけお話できたし、昨日じゃないね、この間の公演だ。見られる。あ、ラボール、ありがとうございます。ありがとう。
なんだっけ、そうそうだ、9月だっけ、9月25、26日の外資でのコンサートがそう中止になっちゃって、もうメールには送ったんだけど、知らない人いるかなでも SK の公式ツイッターにも載ってるので、まだ見てない方ちょっと見てください。まあね、いろんなメンバーがもう引用リツイートしたり、ファンの方もねリツイートしてると思うから知ってる人が多いと思うんだけど、そう延期じゃなくて中止なんだと私はまず思って、だいぶ悔しいよね。なんか確定って分かったのが、私も本当に今日かな、昨日今日なんですよ。でも、ま、だいぶ前じゃないか、前ちょっと前からは、ま、中止になるかもしれないっていうのは知ってて、どっちだろうなっていう状況で毎日過ごしてたんだけど、でもそんな状況でさ、チケットのことも言えないしとか、いろいろ自分の中でそうもやもやしてた。言っていいのか言わない方がいいのかそうだから言えなかったの、ごめんね。でもグッズは言ったグッズはそう買えると思うから、確かに1ヶ月前でね発表が良かったっていうみんなの声が聞こえてるそうね楽しみだったんだよな、私も本当に楽しみだった、いろいろそう、何曲かもね、そう知ってたから、やる曲をそう楽しみだったんだけどな、いつかその曲たちがみんなの前で披露できることを願ってる。悔しいね、うちわ買ったよ、ありがとう本当にあのうちわね、自分的にすごいいいなと思ってるで、そう楽しみだったんだよな。でも今本当に怖いもんね、本当にそうでさ、なんか私の元には来てないんだけどツイッター見てたら、次の9月の公演がまさかの8人公演になってるのを、チーム E とチーム S の公演情報のツイートを見て知ったんですよ。 K2 もだから9月から8人になるんだと思って、だから明日の公演の K2 が12人最後ってことになるらしいんですよ。多分ね、今月の発表もないと思うから。そうなんだよ、12だよねで、そう知らんかったから、また8人バージョンの K2 コアを覚えることになるらしいですね。ねえ、一旦元のね環境に戻ったかなと思ったら逆戻りになっちゃったけど、まあ少しずつね頑張ろうね。ね、多分公演もね減るのかな、どうなんだろう、わかんないけど、まあ、明らかに人数も減るから自分が出れる回数も今よりも減るし、みんなの前に出れる場所もお仕事も減ると思うから、その分私はまたショールームをやろうと思いますやろうと思います、無理しない程度に、それだけは決めました。本当にありがとうみんな。そう、今日もさ、やる予定はなかったんだけど、
せっかくメイクしたからやろうと思って。ハッピーさん生きてます。配信ね。配信ね。見れたら見てね。そしたら。あれこの間っていうか12人公演前ってさ8人公演だったっけ6人公演あれ忘れちゃったもう自分の生誕祭の時ってさ12人だっけもう8人だっけ6人あハートたくさんみんなありがとうございます8人かじゃあ、なんとか覚えてるのかな覚えてるかなそう8人はもう戻らないなって思ったから私も立ち位置表ね処分した気がするあ、してないかな忘れちゃったロッカーに行ってみなきゃちょっとわかんないけど8人公演の時は何ポジ覚えたんだ多分何個か覚えてるからって言ってもなもう頭の中は12人公演のポジションしか今はないからまた覚え直しだねまあでもやったことあることが多いし K2 公演はもう覚えることに苦じゃないから気持ち的にもむしろ楽しんでやってるから嬉しい仕事って感じなんて言うんだろうあ、自分ちゃんとアイドルやってるなっていう気持ちになれるっていうのかな8人がルカさんとユキさんボイスあれそうだっけもうそんあったっけもう忘れちゃったさきさんは12人が初やったのかミラボールありがとうございますだいぶこんがらがっちゃうまあでも基本同じ名前のポジションやってるから大丈夫あそうだプリマステラだっけティーンズユニットの MV が公開されててささっきで見たら可愛かった可愛かったみんな見たリボンがいっぱいの衣装なんだって衣装さんが言ってたツイッターで可愛かった。可愛かったよ。大川さん足綺麗すぎてびっくりした。足細長い本当に。愛香さん可愛い本当に可愛かった。みんな髪の毛アップにしてたっけ？アップが似合うっていいね。可愛かったみんな。ゆうかさん、ゆうかたんさんは髪型のショートがさ、すごい似合うロングももちろん似合ってたけどショートが似合う女性っていいな、羨ましいそういうこと、私の中の一番で言ったら山本さやかさんですけどえ、もうささやかさんのメール撮ってる人にはわかるこの間のね、さやかさんのメールの写真が鬼可愛くてえ本当に可愛すぎてびっくりした本当に自分女やめたくなるぐらい可愛くて可愛くて可愛かったあれも結構夜に届くけどさ目覚めたよね本当に可愛かったまあ推しっていうかさ
一番憧れの大好きな人だから可愛いのは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、自分が思ってる可愛いよりもさらに超えてきた本当に可愛かった、本当に可愛い、神だった。なんかこの間インスタのストーリーでさ質問箱やったじゃないですか、ちょっとだけ。その中になんか答えられてなかったけど、最近目元っていうかメイクがさやかさんに似てきてないって言われてたんですよ。なんか嬉しかった。似てないんだろうけどでもなんか自分がさやかさんみたいにメイクを寄せれば確かに似てるかもっていう目にはなってきたなと思います。本当に可愛い。メールで送られてくるさやかさんのメール自撮りは確かにアップにして、あ、こういうメイクしてるんだは見てる。一番に見るのが目、その次が耳、あ、耳が映ってたら耳を一番に見る。本当に可愛い。そう、ツアーね行きたいんだけど絶対行けない。でも配信があるなら配信で見たいな。はやーはいそう、さやかさんと同じにしたいんですよね。本当に可愛い。ピアスまで可愛いからね。そう、え、なんだっけ、なんかさやかさんの卒婚の時に太田優里さんでしたっけが、さやかさんと同じピアスの穴を開けたらしいのかな。開けたよね、今はちょっと分かんないけど。でさ、私と同じ気持ちだと思って話が合いそうだなって勝手に思いながらそう、私もさやかさんに徐々に寄せてきてます。でも時間はかかる、本当にかかる。そう、ピアス開いてる、開いてるけどそんな髪の毛はアップすることが少ないからあんまり見えないね。ま、あ、あれだね。あ、あって開いてても、ま、今はちょっとつけちゃってるから見えるんだけど、基本透明ピアスつけてるから開いてるかわかんないと思う。ピアス多く開いてるのみんな苦手なのかな。苦手？私本当にピアス開いてる人好きなんだよな。ハッピーさんはマイダンボールの中に入ってる。そう、このピアスもさ、さやかさんこういう系のピアスをやってたから私も同じのを買いました。こっちは、そうだから古畑さん、そう本当にね可愛いの。本当に可愛いの。あとちょっと、あとちょっと、そう、そうなんだよ、可愛いんだよ。いいね、似合う、ありがとうございます。そうそう、山本さやかさん。なんだっけな、キャさんの卒業公演の時に私耳かけでさ、あれツインしてたっけ。そう、それで須田さんに、え、この耳開いてるんだって言われて、そうピアスの話をしてたんですよ須田さんと。須田さんと同じところに私も空いてて、ちょっと嬉しかったそう、須田さんの耳も綺麗。
にしてたよね。そうだよね。そう、いい公園は可愛い系の曲が多いから可愛い髪型をしたいと思ってた。そうなんです。さやのちゃんのハッピーさん、そうです、そうです、ハッピーさんです。そうです、分かってくれた。白だよ白で、うちは無白なのは、虫が最良無白3本なので白です。そうねえ、キャさん元気かな、会いたいな、キャさん。ツインはね、そうね、あーやの生誕祭のツインもあーやからまさかツインやってってリクエストで言ってくれると思わなかった。そう、そうなあ、そう、うちわの裏側は自分の顔写真なんですよ、まあ、見てるからわかるか。あーしゃと同じ衣装、同じ日に撮った写真なんだけど、あの写真の方が漏れてる、うちわの写真の方がそっちの方が本当はアーシャが良かったんじゃないのっていうぐらい私の中では漏れてるなと思った、うちわの方が。ちょっとね悲しい。ケツ以外のケーキと合ってるの？合えてないです。2週間開けてからはナイアンしか会ってない。お仕事でたまたま会っただけ。会いたいよね。中坂とも会ってないよ、やばい。カイニョンも会ってないな。悲しいね、漏れてた、うちわの愛車は。でも今見たらどういうかな、自分わかんないけど。確かにな、昔の味を比べたら、いや比べ物になんないぐらい誰って感じよね。あら、二じゃないよ、もう座ってないな。二じゃないよ、最後に収録したのいつだろう、谷さんの時だからだいぶ前じゃない。会ってない、会いたいよ、旧期生中坂さん中坂さん言いたくなるよね、なんか中坂っていう名前。あ、コラボ配信ね、コラボ配信なんかね、ずっと会ってない人と急にコラボ配信するってなったらちょっと恥ずかしくなるかもしれない、私は。なんかよそよそしくなりそう。じゃないよ、誰としたい、里加穂さん。いや前にそう、里加穂さんと2じゃないよ収録予定だったんですけど、亡くなっちゃったんですよ。そう、お仕事が入ってしまって、里加穂さんが、まあ悲しかったね。でもまあいつかあると信じて私は今待ってます、気長に待ってます。そう、予定あったんですよ。そうなの、そうなんだよ、みんなに言ってなかったっけこれ。そう、本当に悔しかった。そう、あの悲しい、とかほさんとやりたかった。でもや、え、もしできたとしても多分ね喋れなさそうだね、私。いやまあ動画は回れば喋るけどさ、いつもより喋らなくなると思う。いつもも全然喋らないのに。え、そう、へこんでた。そうなんだよ。もう嬉しくてさ、最初連絡メール来た時、あの最近よく喋る子たちにすぐ連絡したもん私。嬉しくて。
ご本人は多分これは知らないんだけど、そう本当に嬉しかったの。家族には言ってないかな。そうメンバーに言いました、嬉しくて。しょうがない、そういう時もある。今じゃなかったんだよその時のね。まあ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 。そう日産の時も嬉しくて、日産の時はすぐ家族に連絡しました。そしたら喜んでたみんな、特にお父さん。報告されたらなんて答えの、え、よかったねって。そうそれしか言えないよね。それが何って感じだもんね、相手側からしたら。そう本当に嬉しかった。じゃあお父さん本当に私の好きって言ってる先輩のことも好きになってくれるから、そうすごい喜んでくれるもん。一番すごかったのはやっぱ野々垣さんかな。でも西さんも同じぐらいすごかった、一緒に応援してくれてたよ。そう懐かしいな。こんばんありがとうございます。お父さん推しね、誰なんだろう結局わかんない。なんか初期の頃はさ、9期生の中ではこの子がいい、この子じゃないみたいなこと言ってたけど、全メンバーでって言ったらあんまり聞いたことないな。お父さん分かんない。野々市の配信見てた、え見てたと思う、時間があった時ね。そうそうだよ、推しの推しは好きになる。あの私が谷さんとにじゃないよ収録で撮った動画に載っているので、その言葉は多分。楽しかった、本当に楽しかった。そうなんかさ、ゼップも終わったし、早く日産に会いたいなと思ったんだけど、まだ無理そうだなと思って、また長引いちゃう日産と会うの悲しい。全員好きそう、いやそんなことない、お父さんは DD ではないんですよ。そう本当に誰なんだろう分かんないな。お母さんはしっかり私って言ってくれる、即答嬉しいお母さんだね。そうですね、キミちゃんこないだ会ったみたい。あでも髪触れはね、前にライブがあったからそこに多分見学しに来たんだと思う、お二人様が。そうだよ、いいなあ私も会いたい。父さん知らないな、誰だろう、いつも笑いながら言うから本当にそのメンバーが好きなのかって言ったら多分違うと思うんだよね、まあ、誰とは言わないけど。見触れね、会いたいね。ハッピーさん誰も知らない、ハッピーさん、ハッピーさん当たり前に私だね。私しか言わせない。ハッピーさん本当に好きなのさや、え多分それはそうだと思う、自分が言うのもあれだけど。みんな親はそうだよ、自分のね子供が一番なのよね。
身内はみんなそう、私って言ってくれる、嬉しいね。友達もそう、さやかが一番だよって言ってくれる、嬉しいねみんな。最近また連絡来たんだよな、インスタ、ツイッター、さやかの見てるからねって言われて、なんか恥ずかしくなった、直接言われたら。なんかもうアイドルになって自撮りを SNS に上げることは普通に普通のことだともう思ってるわけじゃん。でも周りからしたらさ、自撮りに SNS 上げることの恐怖があるし、もしあげるとしても鍵あかにして言うわけじゃん。そこのところどう思ってんだろうなと思っちゃう。そこはもうアイドルの入り口島さやかって思って見てるのかな。あ、そうか。え、そう、だいぶ見てる、自分が思ってる以上に見てるなって思った。自撮り載せないね、女の子。私の周りの子あんま載せない、可愛い子ほど本当載せない。私の周りの子可愛い子しかいないのに。でも配信は確実に見てないの。いや、わかんないな、言ってないだけで。見れる、嬉しい、嬉しいのかな。まあ会えない分ね、確かに。待って、かゆい、かゆさされた、かゆい、かゆい、まだ蚊いる。確かに今 NMB さんオーディションあるもんね。8期生さんまだいないのか。8期か。8期は22歳までらしくて、私ギリ平気なんですよ。意外でした。なんかもうさ、他のアイドルグループってオーディションの年齢制限が20歳までとかが多いから、22歳っていうのを見て、私いけるじゃんと思ってびっくりした。でも SK は結構ね、年齢関係なし、なんていうんだっけ、年齢制限がないことが多いじゃん。だから私もさ、オーディション受けられたんだけど、でも最近のアイドルは本当にオーディション資格の年齢が年々低くなってる気がする。坂道も多分そうじゃない？すごい低かった気がする。そう、行かないよ。行かないよ。確かに NB さん好きだけど、さやかさんがいたら。いや、さやかさんがいてもだな。なんか本当に憧れで大好きな人がいるグループにいざ自分が入るってなったらさ、いい面も悪い面も全てが見られるわけじゃないですか。まあそれでも結局は多分好きなんだけど。じゃあいかんいかん。違うところで会いたいな、さやかさん。ハートたくさん。ありがとうございます。すごいね、一期生さんもう全員卒業しちゃったね。さやかさんね、会いたいな、本当に会いたい。いつ会えるの、私さやかさんに。バラエティね、昔は本当にバラエティって感じじゃない、今あんまりバラエティのイメージがない、グラビアのイメージしかなくて、本当に素晴らしい、みんなスタイル良すぎてさ。
女の私でも見ちゃうもん、恥ずかしながら。ハートたくさんありがとうございます。確かに渋谷さん見るね、よくテレビで。可愛い、本当に可愛い。どういう相方したい、さやかさん。ドッキリで合わせてほしい。さやかさんかなんて呼ばれたい。同じ名前だからな、なんか気まずくはないのかな、わかんないけど。がっつり悩むな、ちょっとこれなんて呼ばれたい。いや、メールの名前はサーヤなんだよな。サーヤか、サーヤかでも変えていいんだけどさ。いや、やっぱ呼び捨てかな。サーヤちゃんとかだとさ、他に世の中にサーヤちゃんっていう名前がいっぱいいるわけじゃないですか。やっぱサーヤかだね、私ってちゃんと分かるように。そうだね、呼び捨てだね、呼び捨てで呼ばれたいね。さやかさん、私はさやかさんになっちゃうな。さや姉さん。会いたいな、本当に会いたい。会ったら多分人生変わると思う、私。ハートたくさんありがとうございます。確かに名字でもいいな、あ、フルネームでもいいな。ちゃんと私だけに名前を呼んでるってわかる。え、ちょっとやばい、話すの楽しいと思う。え、絶対楽しいよ。本当に思う。ゆうちじもさやかちゃん、ゆうちじもさやか、いや、呼び捨てだね、やっぱり決まった。もしなんか言われた時に名前なんて呼ばれたいのって聞かれたら呼び捨てでって言うね。確かにそうだね、決まった決まった。もう迷わない、会う予定なんかないけど。明日公演なのにこんな話してるからさ、ちょっとやばいな、気持ちがダメだ、戻ってこなきゃ。長いわって言われたら、ツッコミありがとうございますっていう。もう何でも受け止める。嬉しい、すべて一期一句嬉しい、本当に。ハートたくさんありがとうございます。それで明日公園で、早起きまでは行かないけど寝なきゃちゃんと。そっか、ボケれば突っ込んでくれるのか。え、待って、この話またなっちゃダメだ。僕考えの。ファンの方ってこんな感じなの？私もこんな感じか。あ、確かに私のキャッチフレーズ言ってほしいし、そのアイドルだった時のキャッチフレーズを目の前で聞きたい。私も言いたい、一緒に。ボケはちょっとね、やったことないから勉強ですね。かわいいなぁ、ほんとにかわいい、想像しただけでかわいい。え、そう、サイボーズしてほしい。多分ね、世界で一番かわいいサイボーズしてくれると思う。ほんとにかわいい、かわいいなぁ。
ることはちょっとできないな。見てる方が楽しいよね、いじられてるのも。本当にかゆい、蚊に刺されたやだ。蚊対処しなきゃ、かゆい。待って、あと9分。あれ、私この間ヒロアカ見れてないって言って見た、リアタイじゃないけど見たよっていう報告したっけ。ヴィランの、僕のヴィランアカデミア、あれ言ったっけ、言ってないか。言ってないか。え、あ、聞いてない。あ、じゃあ言ってないのか。面白かった。でも漫画で読んでるからさ、内容知ってるけど面白かった。やっぱ絵が動いて声がさ、ちゃんと走ってるっていいね。本当に楽しみ、ここから。そう、かっこよかった。トガちゃんが本当にかわいい。見ました。あ、イルマくん見なきゃ、まだ見てない。でもそう聞いて、昨日本当に寝れなくて、イルマくんを1巻から5巻 ?6 巻まで読み返してたんですよ。そしたら朝の5時でした。びっくりした。漫画ってさ、読むとなんでこんな時間経つの早いんだろう。最近本当に寝れない。今日も寝れなさそうで怖いな。公園だからさすがに明日は寝たい。そう、もうね、明るかった。漫画一緒。そうなの、そうなの。え、まだね、最新刊23巻まだ読んでないの。まだ取っておいてるの。桃源暗鬼はね、5巻までは読んだ。そう、今くん、そう、漫画。そうなの、そうなんだな。今日は寝れるといいな。お腹空きながら読んでた、イルマくん。結局何も食べずに我慢できたけど。あ、明日のリハはヒロアカの T シャツ着よう。ちょっと元気を出します。ミレちゃんもいるしな。あと6分。そう、YouTuber のさ、うちら三姉妹さんのトーアさんっているんですよ。その方が名古屋出身なのかな、愛知で、動画内でね結構方言が出てて、いや愛知じゃないかだもんでってずっと言ってて、あ、東海地方の方言だって思いながら聞いてたの。そう、あれ？それってさ、愛知？東海の方言？だからさ、今まで多分私が好きに入ってなくて神奈川にずっと住んでたら、その言葉を全然多分意識せずに受け流してたと思うし、すごいなって思った。あ、名古屋三河弁なんだ。そう、名前見つけて今思い出した。そう言っててびっくりした。やっぱ東海地方の方が結構言うな、三河弁でも。あ、須田さんよく使うんだ。でも聞いたことなかったな。え、そう、おはようでやんすの方です、こんにちってね。本当に綺麗だと思う、あの方。本当にメイクをやってもらいたいぐらい綺麗。今日もね上がってたから見ました、さっき。
私もメールで出てる？神奈川？神奈川の方言あんまないけどね。昔の方が言うぐらいじゃない？方言。キリタンさん、キリタンさん、キリタンポちゃん、キリマルちゃん見てる見てる。方言、こっちかけど方言しやがそう。方言はだから神奈川から来たばっかりの私からしたら全然何言ってるのって思ってた最初東海の言葉って映りやすくない？私映ってない気がする。まだまだ。さやの場合アニメのキャラに引っ張られてる時ある。確かに確かに引っ張られすぎてる、だいぶ何とかだべは言わない。そうだね、神奈川の人も何とかだべはなかなか言わない。あ、でも男性の方は言うかもしれない、若い男性でも。それが方言だとは思わなかったな。すごいね、面白い方言って。福岡の方言可愛かったな、デップの時思った。本当に一生染まらないと思う私、方言には染まりたいのにな。染まらない。あと2分、やばい。泣き語読みます。何これ、プロフィール欄すごい変わってる。みんなのこの、すごい見やす知らなかった。1位ハニワのアバターさん、2位ハッピーさん、3位スコティッシュのアバターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位サッさん、7位ハッピーさん、8位なーにこれ、クマ、クマのアバターさん、9位クマのアバターさん、10位女の子のアバターさん、11位カタツムリのアバターさん、12位ハッピーさん、13位日産。皆さんありがとうございました。そうね、明日の公演見てください。みれちゃん初アンダー、みんな一緒に見守りましょうすごいだろうな、絶対かっこいい、楽しみだな。ありがとうございました、おやすみなさいバイバイ、ありがとう。